はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ホンダのアコードです。新しくなりましたよね。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダアコードということで、こちらの車はね、2020年の初め、1月頃に発売ということで、もうねアメリカの方では2年前に販売してあったということですね。いや、なかなかね、ローワイドなデザインで低くデザインされてますよね。ヘッドライトはね、あのインライン型ということで、ホンダ統一の顔になってますよね。横からのシルエットもね綺麗ですよね。結構やっぱ大きいんですよね、アコードって。ホイールはね18インチを履いております。まあ、セダンタイプになるんですが、クーペのような流れるデザイン、いや綺麗ですよね。この白はね、この辺がねなんか白でなんかちょっと未来的な感じもしますよね。ちょっと後ろ開けさせてもらいます。あ、やはりね、後ろは、余裕のスペース。あ、こうなんか真ん中ね倒れそうね。あ、こうなってんのね。これなんか鍵が、あ、こんな感じで開くんや。これ釣り竿とかね長いの詰めますね。結構こういうギミック好き。ではね、内装の方を見てみましょう。ではお邪魔します。うー、あ、車高低い。内装の方はねこんな感じです。いや、新しいアコード、なかなかの高級感というかね、このシートをね座った瞬間ね、やはりちょっとグレード感の違いを一瞬で感じました。シビックとか、まあ、ほぼほぼ、基本デザインは一緒なんですが、ところどころねやはり上質感が上がってるなという感じがしますね。この木目もね、これかなり、これリアルウッドかな。座った瞬間ね、この革張りのね、革のねいい香りがします。で、まあこれね、もう先代からもうシフトノブないんですが、こんな感じでボタン式になってますね。いや、ゆとりの空間。これ上ね、これいいですよねこれちょっとハイソな感じで、これ開くのかな、開かないのかな開かないやつですね。ではね、後部座席乗ってみようと思います。これちょっと撮影用にね、今だいぶシート倒してるんで狭いんですけど、こんな感じでシート後ろからも、倒せます。後ろね、こうシェードもね出てくるんですね。はい、どうですかね、ホンダアコード。いや、なかなかねデザインも新しくなって先進的でいいと思いました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダアコードでした。じゃあね、バイシュー。